皆様こんにちは、ヘアメイクアップアーティストの小田切ヒロでございます。本日の内容は年間ベストスキンケアのご紹介でございます。この季節やってまいりました。今年1年スキンケアでもまたいっぱい素敵ないいものがあったんですけれども、今日はですねその中でもよりすぐり私が選ばせていただいたものをご紹介させていただきます。それではスタート。では早速ご紹介していきます。まずはオイルクレンジング部門です。こちら魔女工場ピュアクレンジングオイルでございます。もうこのクレンジングオイル皆様も分かりますよね。私が大好きだったということ、そしてこのクレンジングオイルを使って初めてオイルタイプのものが好きになったという方も多いんじゃないでしょうか。私もそのうちの一人です。今までのクレンジングオイルの概念を覆されるほどに使用感が良く、そして後肌も本当に素晴らしかったなということで、こちら選ばせていただきました。まず使用感としてはですね、これはですね本当にサラサラのオイルのテクスチャーになりますので、さらっと水のようなテクスチャー、そして滑らかに伸び広がって毛穴の中の汚れをしっかりと浮き上がらせる効果があります。そして天然由来成分で作られておりますので、お肌に優しく、そしてどんなお肌の状況下でも使えるオイルとして私は大好きで使わせていただいておりました。これはですね私が自分自身使っていたということと、仕事でもこちらのクレンジングオイルを使っていることがありました。モデルさんや女優さんは過酷なスケジュールの中で肌も敏感になっている方が多いんですけれども、そういった状況下でもこのクレンジングオイルで落としていただいた後、その後肌が本当に良かったという声もたくさんいただきましたので、今回ベストスキンケアに選ばせていただきました。続きましてポイントメイクアップリムーバー部門です。こちらビオデルマサンシビオ H2OI でございます。こちらは目元と口元用拭き取りクレンジングになるんですけれども、まあこちらもうプロのメイクアップアーティストの方はみんな持っていると言っても過言ではないですよね。7対3での黄金比率の油分と水分バランスなんですけれども、7の部分の水分がビオデルマ独自のミセラウォーターという保湿力の高い水が7割、そして3割の油分でのこの黄金比率、この比率でアイメイク、そしてリップメイクを簡単に落とすことができるというですね素晴らしいクレンジングウォーターでございます。こういった油分と水分で構成されているクレンジングウォーターたくさんあるんですけれども、このビオテルマの7対3のこの黄金比率が肌負担なくさらっと取れるということ、そして取った後の後肌もですねこのミセラウォーターのおかげで潤っていてくれる、これがまた素晴らしいなということで、こちらおそらく私今年だけで10本リピートさせていただいております。そして敏感な目元、敏感な口元の状態でも使えたということで、これはいいなということで選ばせていただきました。でこちらは2層式になりますので、振っていただいてコットンに出していきます。500円玉台が使用量と言われております。より負担なくしっかりと落としたいなという時にはこういったコットンを2枚重ねていただくパターン、これがですね目元負担なくしっかり汚れが落とせるパターンかなと思いますので、私はよく2枚で使用しておりました。こちらはですねモデルさんや女優さんにもですね安心して使えるということで絶大に信頼している拭き取りクレンジングでございます。こちらはヴィーナスのみんなにも本当にいいんじゃないかなと思って、今回選ばせていただきました。続きまして朝用クレンジング部門でございます。こちらラゴムジェルトゥウォータークレンザーでございます。このクレンザーも私大好きでしょう。そう、寝てる間というのはですね内側から皮脂や汗というのがきます。その皮脂や汗というのが夜つけたスキンケアと混ざり合うことによって酸化します。そのお肌に付着している状態をですねしっかり取るというのが朝洗顔の効果でございます。そこでこちらのジェルトゥウォータークレンザーがとにかく役に立つというのがですね、ささっとなじませていただくだけでちゃんとその皮脂汚れを取ってくれるということ、そして何といってもラゴム独自の成分がしっかりと保水力を高めてくれるということで、朝用のクレンジングパックといっても過言ではないんじゃないかなと思っております。これを使った日と使っていない日のですね時間の経過での夕方の肌全く潤い力が違うっていうのを私実感しております。汚れを落とすための朝用クレンザーなんですけれども、保水力を高めてくれるということでも素晴らしいなっていうのを感じております。テクスチャーはですねこのようにチューッと出していただきますと、ジェル状のテクスチャーでですねまず柔らかく、そして伸びがいいんですね。しかしですね柔らかく伸びがいいんですけれども、垂れてくる
ることがないんですよ。ここがまたいいポイントです。私はですねこれ朝クレンジングパックとして使うんですけれども、全体に伸ばしていただいたらこのまま30秒パックしてください。流していただいた後の後肌というのがですね、まるでシートバッグをしたかのような潤い力、それをね感じていただけると思います。オールシーズン使える朝用クレンザーということで、もうとにかくお気に入りということでベストスキンケアに選ばせていただきました。続きまして洗顔部門です。こちらオルビスユードットフォーミングウォッシュでございます。もうこの洗顔私大好きでしょう。というのはですね、まずは使用感なんですね。もっこもこな濃密な泡でまず幸せな気分になるということです。この濃密感はですね、今までにない柔らかで弾力があるということはですね、ちょっと心地がよく幸せな気持ちにしてくれるということなんですよ。使用感としてはですね、こちら出していただきますとペースト状のテクスチャーになりますので、なんだ今までの洗顔と変わりない雰囲気なんですけれども、これですね泡立てていただきますとすごいわよ。すごいでしょこれ、見て。もうね、今までね見たことあるような泡なんですけれども、これをお肌にのせていただきますと、とっても柔らかな気持ちになるんですね。ストレスやマルチタスクでもうどんどん心がこわばってしまったりとか、凝り固まってる方も多いでしょう。そう、この洗顔で汚れも落としながら、そしてちゃんと潤わせながらも心を解きほぐしてくれるような効果、それを私感じましたので、もう洗顔はオルビスユードットしかないわと思って、今回選ばせていただきました。続きまして洗口乳液部門です。こちらコスメデコルテ A 級アプソリュートエマルジョンマイクロラディアンス2でございます。この乳液私大好きでしょう。というのはですね、あのオキシトシンに着目して作られた洗口乳液なんですね。幸せな気持ちに満たしてくれるというホルモンがあのオキシトシン、これをねやった後の後肌というのはですね、ふっくら柔らかなツヤ感に導いてくれるという素晴らしい洗口乳液です。これをファーストステップにやっていただいた後に、通常のスキンケアステップ化粧水クリームなどつけていただきますと、本当にびっくりするほど肌が満たされた印象になるんですね。イコールオキシトシン、そう、こちらを現代を生き抜いている方には本当におすすめしたい商品になりますので、常に満たされている、常に柔らかで幸せな印象に見えるという肌、そこに導いてくれる素晴らしい洗口乳液でございます。2プッシュ出していただいて、これをですねこのようにコットンで一度軽くなじませます。コットンでこのようにさっきやっていただきますと、不要な角質も取りながら、お肌の中に乳液をしっかりとフィットさせることができるんですね。手でやっていただいてももちろん OK ですけれども、コットンで拭き取ることによっての効果の方がしっかりとこちらの洗口乳液の効果実感をしていただけますので、できたらコットンで拭き取っていただくのがベスト。そしてもう一つ絶対条件なのがですね、洗顔後ファーストステップにやっていただくっていうのが条件になります。とにかく洗顔後にファーストステップでやっていただく、そうすると乾く時間もないですので、この後にのせるお化粧水の浸透性もぐんと高めてくれる効果があります。お肌がごわついてちょっと硬いなと思っていらっしゃる方、そういった方にも本当に効果てきめんの洗顔乳液になりますので、今回こちら選ばせていただきました。続きまして導入美容液部門です。こちらエストセラムワンアドバンストでございます。なんとこちらはですねリニューアル商品になります。前回のこちらの導入美容液何が違うのかと申しますと、なんとナイアシンアミドが配合されました。ナイアシンアミドが配合されたことによってシワ改善をしてくれる効果、そして張りをもたらしてくれる効果、ピーンと張ったような印象になってくれるということで、シワ改善とシミ予防をしてくれるという素晴らしい導入美容液になります。そして使い続けることによって確実にそのエイジングサインが薄くなっていくのを感じますので、こちらは年齢を感じた肌の方、そしてエイジングサインを予防したいという方、そういった方にはとにかくおすすめの導入美容液になります。導入系のアイテムというのはですね、ファーストステップで入れるものは一番肌に効くと言われております。その中で先ほどご紹介させていただきましたデコルテの先行乳液はですね、お肌にツヤ感と張り感をもたらしたいという方、ふわっと柔らかな印象で透明感が欲しいという方におすすめの導入美容液。そしてこちらの導入美容液はですね、シワとシミが気になっていらっしゃる方、そういった方に効果てきめんの導入美容液になりますので、何でもかんでもつければいいではなく、今お顔をご覧いただいた時に何が一番気になるのか、そこにアプローチしてくれるものをファーストステップで入れるっていうのがベストかなと思います。そしてこちらはですね、振らないタイプの美容液なんですけれども、なんとですね中から泡が出てくるんですね。そう、お肌にのせたらこのまま広げていきます。潰さないで広げる、そう、ここから温めていただくっていうのがベストでございますので、
これまたね、美容液のせるのすらテクニックがないという方に本当におすすめの導入美容液でございます。続きまして、美白化粧水部門です。こちらエリクシールブライトニングローション WT2 でございます。この化粧水また私大好きだって皆様知ってますよね。そう、このエリクシールの化粧水はですね、美白有効成分のブライトリフレクト処方によってパーンと明るい肌に満ち立ててくれる素晴らしい化粧水なんですね。透明感というのはね、そう、光がお肌にパンと当たりますでしょ。そうするとパーンと光で放つこのね、反射の効果、ここで透明感が生まれるんですね。その肌にするためにはこの化粧水が必要だったということ。そう、こちらはですね、3種類のテクスチャーがあるお化粧水なんですけれども、こちらは2番の真ん中のテクスチャー、若干とろみのある感じです、2番はね。けれども伸ばしていただくとやっぱり水なんですよ。そしてこちらはですね、潤い効果が高く張りに満ちた肌になりますので、ツヤ玉がキープできるというのもポイントでございます。ハイライトというのはですね、メイクアップの効果でもあるんですけれども、スキンケアの化粧水の時点でそのハイライトというのはツヤ玉をね、引き出してくれるという素晴らしいお化粧水ということで、今回選ばせていただきました。続きまして、ハリ化粧水部門です。こちらオバジ X フレームリフトローションでございます。このローションもすごいわよ。お顔が V 字にキュッと引き上がる素晴らしいローションなんですね。こちらはですね、コラーゲンとエラスチンの生産を促してくれる素晴らしい効果があるんですけれども、なんて言ったってこれね、テクスチャーもね、見て、水っぽいテクスチャーなんですけれども、若干とろみがあって、これまた使用感が素晴らしいです。使っていくうちにどんどんお肌がですね、キュッキュッキュッと引き上がったような印象に見えるんですよ。ここが素晴らしいなということで、お肌が美しいだけではなく、やはりお顔の造形ですよね。お顔の造形がキュッと引き締まった印象というのが、張り感だったりとか幸福感につながると思っておりますので、そう、たかがローション、サルドローション、このローションの効果も絶大でございます。お顔がキュッと引き上がった印象にしてくれるということで、こちらのローションすごいなと思って、こちら今回選ばせていただきました。続きまして、美白美容液部門です。こちら白メラノフォーカス EV でございます。巷では美白美容液はいっぱい出ておりますけれども、その中でも群を抜いて本当にお肌の透明感と明るさをね、引き出してくれる素晴らしい美容液だったなということで、私こちらリピート何本もさせていただきました。肌のお色味のトーンをですね、2トーンから3トーン引き上げてくれたなっていう実感がありました。これは個人差があるんですけれども、私のこの褐色肌見てください。この褐色肌で感じたということはですね、しっかりと効果があったなっていうのが目に見えたんですね。そしてなんといっても素晴らしいのがテクスチャーでございました。見てください、流れないんですね、とどまるんですね。ポイント使いができるということです。全体に伸ばしていただいた後、ポイントでこうやってつけていくんですね。そう、なんと私今年から口周りがくすみ始めました。なので今年からなんですけれども、本当にこのバッグの美容液をですね、この部分にトントントンと置きながら乗せていくとですね、この部分が次の日の朝ほんと明るくなってるんですよ。カンガンのくすみやシミにもちゃんとアプローチしてくれたということで、これはですね、私今回の年間ベストコスメだけではなく、これ以上のものが出てこない限り、これずっと使い続けると思います。それぐらい本当にこの白の美容液にお世話になりました。実はですね、これファーストで使っていた時期というのがですね、私は夏前だったんですね。だいたい6月ぐらいでしたでしょうか。この動画を遡っていただくと分かると思うんですが、今年ですね、真っ黒けっきに焼けてる時なかったですよね。前の年のように真っ黒になっていったっていうのはなかったと思います。それの効果はこちらでございます。それぐらい私は本当に日焼けに対して、この肌のくすみに対してはですね、一番気になっているところなので、そんな私が本当に愛してやまない美容液になりますので、今回選ばせていただきました。続きまして、エイジング美容液部門です。こちら資生堂アルテミウムパワーライジングコンセントレートでございます。もうリニューアルしたでしょう。もう私大好きな美容液ということと、こちらの美容液はですね、世界中で愛されている美容液ということで、もう納得ですね。使っていただくたびにですね、本当にこれはもうどんな肌の方でもエイジングサインをちゃんとフォローしてくれるなっていうのを感じます。エイジングサインというのもね、一つだけではないですよね。皆様にとっては乾燥、シミ、シワ、よどみ、くすみ、いろいろあると思うんですけれども、それの原因というのは、まず睡眠不足、マルチタスクにストレス、いろいろな原因によってエイジングサインが出てきてしまうんですけれども、そこの睡眠不足に着目して作られたリニューアル商品ということで、これまたリアルタイム、私のこのライフスタイルで本当に合ってたんですよ。
ねえ、これまたね、しかもテクスチャーがすごいいいの。これ私また大好きなテクスチャー、これ水っぽいテクスチャーでしょ。そう、この水っぽいテクスチャーが疲れた肌や乾燥してる肌に行き渡ってくれるんですよ。これがね、また安心感とともに使い続けたくなる美容液ということで、まあ現代の方はね、皆様も本当にストレスがないっていう方もいらっしゃらないですよね。そして私のこの YouTube をご覧いただいているということは、パソコンなりテレビなり、このね、あのスマートフォン見ていただいていると思います。なのでそこでかかってしまうストレス、そこに着目して作られたということで、これはみんなにもいいんじゃないかなと思って今回選ばせていただきました。続きまして、乳液部門です。こちらポーラ BA ミルクフォームでございます。もうね、これ使っていただくうちにね、うわ、この乳液一生手放せないってまず思えるんですよ。というのはですね、こちらは美容液と乳液が一体型になっているものなんですけれども、どんな効果があるかというとですね、ちょっと引き締めた印象になるという乳液になります。でもね、この使用感がすごく軽やかなテクスチャーなので、こんなんで引き締まるのって思いきや、本当にこの乳液だけでね、引き締まってくれるのを効果実感します。今年1年間はですね、フェイスラインをキュッと引き上げるようなね、スキンケアだったりとか、このマッサージメソッドをやっていたんですけれども、そこに寄り添ってくれたのがこちらの BA のミルクフォーム。いろいろな相乗効果ではあるんですけれども、確実に顔の引き締まりを感じたということで、今回ね、選ばせていただいているんですけれども、シューって出していただくんですよ。これね、なんて言ったら気持ちいいの。ちょっとだけ冷たくて清涼感があるんですけれども、シャキッとするのがポイントです。これもさらっと伸ばすだけでこんなに綺麗に馴染んでくれるということで、今年はですね、なるべくちょっとベタつきのないものが好みでした。というのはですね、私やはり年齢なりなエイジングサインとストレスによってニキビも多く出てしまった年でした。ニキビ以外にもやっぱりエイジングサインが気になったので、確実な美容液乳液を使いたかったんですね。そこで本当に良かったなと思ったのが、こちらのミルクフォームです。絶大な信頼があったということで、今回に選ばせていただきました。続きまして、アイケア部門です。こちらアンティポディスアノイント H2O ディファッピングアイジェルでございます。このアイシェルも私本当にお世話になりました。というのはですね、目元というのはエイジングサインが出やすい部分です。そして今年はですね、アイメイク主流のメイクアップが流行っておりましたよね。私自身もですね、ナチュラルメイクではあるんですけれども、目元もちゃんとメイクをしておりました。そのメイクをしていたベースもやはり少しでも触れることによって負担がかかるんですね。その負担を軽減させるため、そして目元が乾燥しないためには、本当にこちらのアイジェルが役に立ったなということで、今回選んだんですけれども、もうなんといってもこのテクスチャーが素晴らしいんですよ。待って、美味しそうでしょ。このね、プルプルのテクスチャーがですね、とにかく根元をちゃんといたわってくれながら、これ見て、水っぽいテクスチャーなんですよ。これアイシェルと思うぐらい軽やかなテクスチャーなんですけれども、これを乗せていただいた後というのはですね、まず目元の乾きがなくなるということ、そしてコーヒー種子の成分が入っておりますので、目元の赤みを軽減してくれるという効果があるんですね。そしてなんとクマもこちら軽減することができました。このアイジェルはですね、クマ予防ではないんですけれども、こちらのね、アイジェルを使って赤み軽減したことによって、コンシーラーでクマが隠しやすくなったんですね。そこでの効果をちゃんと感じたので、私のクマには欠かせないということで、今回選ばせていただきました。皆様の中にもクマで悩んでらっしゃる方いるんじゃないでしょうか。クマでお悩みの方にも、そして目元の乾燥が気になる方にも、おすすめのアイジェルということで、今回選ばせていただきました。続きまして、リンクルケア部門です。こちらエリクシールレチノパワーリンクルクリーム S でございます。なんと唯一日本でシワ改善が認められた純粋レチノールが配合されております。効果てきめんシワ改善クリームなんですね。そう、私自身がちゃんと実感してるんですけれども、シワっていろんなタイプのシワありますよね。私はですね、あらゆるシワにこちらを使っているんですけれども、ちゃんと効果を今でも実感してるなっていうのを感じております。皆様にとっては目元だけって方もいらっしゃると思うんですけれども、年齢を重ねてきますといろんなところにシワというのが出てきます。私はもうおでこにも使って、目尻にも使って、ほうれい線にも使って、この口元のマリオネットにも使って、そして首にも使っております。私の首見てください。ちゃんとシワありますよね。けれどもこのシワかなり薄くなってるの感じますでしょうか。過去の動画ご覧いただきますと、シワのこの深さよく見てください。徐々に薄くなってるのを感じると思います。こちらこのね、テクスチャーもとにかくね、このクリームタイプになりますので、
ちゃんと塗り込みやすいっていうのがポイントでございます。成形ではないので一発でパンとなくなるわけではないんですね。使い続けるほどにおやっとなんか若返ったなって印象になります。お顔に使うのがまず怖いという方は手肌、首元から使っていただくといいと思います。そして徐々にお口元から目元みたいな感じで、気になるパーツの遠いところから使っていただくとレチノールとしては使いやすいんじゃないかなと思います。私はですねこのエリクシールのレチノパワーリンクルクリームはですね比較的どんな方でも使いやすいんじゃないかなと思ってこちらに選ばせていただいております。ベースメイクテクニックを軽やかにするため、簡単にするためにもなるべくスキンケアの時点でシワをですねちゃんと改善をしていく、そのファーストステップが今後の美しい見た目印象にも反映されると思いますので、こちらシワが気になってらっしゃるという方は超おすすめでございます。続きまして UV ケア部門です。こちらオルビスリンクルブライト UV プロテクターでございます。この日焼け止め素晴らしいですよ。革命を起こしたと言っても過言ではございません。なんと UV というのはですね守るというイメージがある方多いと思うんですけれども、その時代が終わったんですよ。そう、酵母一体型になっておりますので、まず UV 効果としてはちゃんと守る効果マックスでございます。でもそれだけじゃないんですね。ちゃんと攻めの効果としてこちらはですねシワ改善、そしてシミ予防をしてくれる効果というね攻めの効果というのもあります。その美容液効果と守る効果ちゃんと一体型になっているということで、これまた素晴らしい革命を起こしたなっていうのを感じたということ。そして使用感でございます。これですねまた使いやすいのがですね、見てください、ちゃんと伸びのいいクリームのテクスチャーに対して見て浮かないんですよ。すごくないですか。透明感だけ上がってるの分かります。これが素晴らしい。そう、さらっと乗せただけなのにこんなに綺麗な透明感とセパレート感が出ないんですよ。ここが素晴らしいなっていうところ、お肌というのは年々進化と私申しますけれども、やはりエイジングサインがどんどん出てくるんですね。そのエイジングサインを食い止めるっていうことがとても大切です。去年と同じベストな状態っていうのが一番ベストでございますので、そこに導いてくれたのはこちらの UV だったじゃないかなっていうのにも過言ではないんですね。それぐらい本当に私こちら何本もリピートして自分自身、そして私プレゼントも何本もさせていただいておりますので、それぐらい大好きということで、今回選ばせていただきました。皆様いかがでしたでしょうか。今日ご紹介させていただきました年間ベストスキンケア、私がこの1年間実際に使ってちゃんと肌で効果を感じたもの、そしてその中でも一番良かったなっていうものをセレクトさせていただきました。皆様にとって何か一つでも気になるものがあったら嬉しいです。それでは今日の動画がいいと思ってくださった方はいいね、高評価ボタン、そしてチャンネル登録をしていただきまして、下にコメントいっぱいいただけたら嬉しいです。そしてサブチャンネル、 TikTok、Instagram、X のフォローもよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。